はい、お世話になっておりますマスワークスの田中と申します。私はマスワークスの管理部でバックオフィス業務を行っていますが、数年前よりマトラボを使ったアプリを使って業務をしています。仕事内容は、お客様からいただいた注文書を確認して行う受注処理ですとか、請求書の作成から回収までの管理、売掛金の管理などを行っています。売掛金の管理には入金消し込みという業務がありまして、それについてマトラボを使って業務改善をしましたので、その話をしたいと思います。ちなみに右側は、ボストンにあるマスワークス本社へ新入社員研修でいた時の写真です。最初に入金消し込みはどういった業務かと言いますと、お客様からの入金を弊社の売掛金データと照合して会計システムに反映していく業務です。つまり銀行の入金明細、こちらは実際のものに見せたサンプルになります。それとマスワークスの売掛金明細、こちらもサンプルです。これらのデータを一件一件目視で照合していきます。この目視の照合作業は慣れが必要です。なぜかというと、まず量が多くスピードも求められます。日本の商習慣として五十日の振り込み、20日25日月末といったタイミングに多くお振り込みをいただきます。そのため特に時に数百件に及ぶデータを、一つ一つ照合していく必要があります。次に銀行の口座名はカタカナで書かれているので、どのお客様なのか分かりにくいことが多いです。また複数の請求書をまとめて一度にお振り込みいただくことが多く、売掛金の組み合わせが分からないことがあります。この熟練を要する作業はバックオフィスの新人は1年くらいかけて慣れていきますが、慣れてもある程度時間かかりますし、たまに間違えることもあって困っていました。そこで弊社のカスタマーサクセスエンジニアの同期に相談しまして、マトラボでアプリを作り、マニュアル作業の多くを自動化いたしました。ここで実際に作ったツールをお見せしたいと思います。こちらのアプリですが、照合させるデータをインポートしていきます。まずマスワークスの売掛金データをインポートしています。そしてお客様の、銀行口座名とお客様名を紐付けるデータベースをインポートします。最後に銀行のウェブサイトからダウンロードした入金データをインポートします。すると、マトロボが入金についてどの売掛金に該当するのか照合してマーキングしていきます。照合できたものは左側のチェックボックスにチェックが入っていきます。このように入金について売掛金の組み合わせを選んでくれます。組み合わせが右側に表示されています。チェックが入ってないものはこちらですけど、売掛金と一致しないお振り込みです。例えばこの与那嶺大学の振り込みについては金額が違うというふうに出てきてますので、お客様に確認する必要があります。また、2列目のボックスにチェックが入っているもの、ヒューガルデンというのは、振込に対して売掛金の組み合わせが複数あることを知らせています。こちらについては、古いものから消し込んでいきたいので、こっちを選択しています。確認後、このボタンを押すと、照合されたデータに色付けをします。いった形で色付けをすることで、後で参照することができます。また、この照合されたデータなんですが、マスワークスの、本社の会計システムにアップロードできる CSV の形式で出力することもできます。
急ぎます。この業務でマトロボを使うようになってどのくらい効率化できたかといいますと、このグラフの通りです。最も時間がかかっていた照合作業について 96% 削減することができました。この消し込み業務全体で月に13時間かかっていましたが、現在は月 7.4 時間となり、6時間弱、43% の削減となりました。最後になります。この業務アプリを作った数年前まではマスワークスの人間であるんですけども、文献の事務部門で業務で一切マトラボを使用することはありませんでした。ただマトラボの機能の話を社内で聞いているうちに、もしかして自分の業務に使えるんじゃないかなと思ってやってみたところ、大正解でした。手間のかかっていた作業がマトラボで素早くできて、しかも正確で、時間削減はもちろんなんですが、体感としてかなり楽になりました。本当にこのアプリは作ってよかったと思いますし、今では業務を課する上でマトラボはなくてはならないツールになっています。以上です。ありがとうございました。はい、発表いただきましてありがとうございました。まさかの会計業務にマトラボを使えますというような内容のご紹介でございました。今日ここまでの6組の中でですね、もうなんか話が宇宙に行ったり、なんか地面に行ったり、なんか会計のところに来たりとか、すごい忙しいなと思いながら、皆さん聞いていただいてるところかと思います。で、私の方からですね、ちょっと質問をいくつかさせていただきたいと思います。今回は、田中さんが、ご自身でマトラボの、そのプログラミングを組んだというよりは、同じ社内の、エンジニアの方に、その依頼というか、要件を投げて、作ってもらったという、で、そこから作り込んでいったというようなところだったと思いますが、いわゆるその、ヒアリングを受ける側、要件を立てる側として、何かこう意識したこと、大変だったこと、こういうところちょっとなんかうまくいかなかったなみたいなところの、失敗例みたいなところも含めてお話しいただけますでしょうか。失敗で、そうですね、成功でも大丈夫ですけども、はい、社内の人間なんですけども、マトラボがどんなことができるかをちゃんと分かっていなかったので、どこまでお願いしていいか分からないというのがあって、そうですね、全部こうできるって思ってなかったので、最初は部分的に依頼をしたところを、もっと全体的にどうなんだっていうような話で進めていくうちに、もうほとんど全部自動化できて、最初の依頼の仕方はちょっと失敗だったなとか、そういったのはあります。はい、そうですね。あと、そうですね、あと失敗でというか、これ完成形ができるまで、途中、例えばダブリでマークしてしまうケースとかあったんですけど、そういうのも一度マークしたものは二度とマークしない仕様っていうのを後から考えたりとか、そういったことで積み重ねて数ヶ月間かけて作りました。はい、ありがとうございます。全てのプロジェクト、お客様も含めてですね、あるあるだと思うんですけれども、まずはその要件を立てて叩き台で、試作品みたいなものを作って、でまたそのヒアリングを重ねていきながらどんどん作り込んでいって、機能を拡大したり、最初、ここだけで済むかなと思ったところをどんどんこうマトラボでできるところを増やしていったりとかっていうですね、ある意味こう理想的なプロジェクトの、開発だったのかなというふうに見てて思いましたというところですね。はい、質問、1個だけですかね、ご紹介しますけれども、これちょっと作成者の方ですかね、後で個別に回答しますというところですけれども、コーディング時間やコードサイズはどれぐらいでしょうかというご質問を聞きますが、後で個別に回答させていただきますということで、はい、来ておりますので、はい、質問者の方ですね、お待ちいただければと思います。はい、はい、ね、質問1個だけですかね、追加で出てきましたのでご紹介します。マトラボを使ってみようと思う前に、マトラボにどんなイメージが、田中さんですね、ありましたかと。もしネガティブなものがあったとしたら、それがどんなものだったか教えてくださいというものです。どんなイメージをマトラボを使い始める前とか、これに巻き込まれる前といいますか、そういったイメージでしたかということですね。はい、はい、エンジニアリングに使うソフトだと思って入社してますのでましたので、私本当に事務部門なんで、
あんまりこうその自社製品を使う機会はないだろうなと思ってたんですけど、そういうこういうなんていうんですかね、エクセルの作業とかの自動化っていうのもできると思ってなかったので、良かったなと思っていまして、そうですね、ネガティブイメージっていうのは、特にあんまり関係ないソフトだと思ってたら、意外とすごい大活躍していて、本当数年前まで全然使ってなかったのに、今ではもう本当これがないとちょっと月末の業務を得られないような感じになっていまして、活用できています。はい、ありがとうございます。そうですね、何かこう派手なことの紹介とかが基本的に、弊社の事例とかも多いですけれども、こういった現場で大変役に立つことにもですね、使っていただければというところです。四半期締めのお忙しいところありがとうございました。はい。はい。